細い糸状に切ったところ天ところ天は、天狗やおごもりなどの構想類を茹でてに溶かし、発生した寒天質を冷まして固めた食品。それを、天月と呼ばれる専用の器具を用いて押し出しながら細い糸状に切った形態が一般的である。全体の98から99%が水分で、残りの成分のほとんどは多糖類である。ゲル状の物体であるが、 ゼリーなどとは異なり表面はやや硬く感じられ独特の口当たりがある。腸内で消化されないため栄養価はほとんどないが食物繊維として成長効果がある。関東以北及び中国地方異性では2杯酢あるいは3杯酢をかけたものにがらしを添えて、関西では黒蜜をかけて単体または果物などと共に、 東海地方では箸一本で主に三倍酢をかけたものにごまを添えて食べるのが一般的とされる。また、醤油系のタレなどで食べる地方もある。ところてんを古外で凍結乾燥させたものが寒天である。天づきで押し出されるところてんて草を天日に干し、洗浄する。これを天草の色が白くなるまで数回繰り返す。この後一年程度冷暗所で保管する。 大きめの鍋に蒸気の天草を入れ、水を天草が浸かる程度まで入れ、沸騰させる。沸騰後は弱火にて1時間程度煮る。布などでこして、不純物を取り除き、バットなどの容器に移し替える。容器に移し替えた後、3時間程度自然に放熱させ、固める。天づきでついて完成。海藻を煮たスープを放置したところ偶然にできた。 産物と考えられ、かなりの歴史があると思われる。一説には、心太と呼ばれ、所天の漢字が当てられた。それが、心天と呼ばれるようになり、さらに転じて、所天となったとされるが、古くは、正倉院の書物中に、心天と記されていることから、奈良時代にはすでに心天または、所天と呼ばれていたようである。 奈良時代、小僧院の木簡に記されている記録では五色国と呼ばれる地域から天草を宮中に送った記録がある。不資料として収められ、当時宮中における石器行事などに使用されていたことが伺える。江戸時代には庶民の間食として好まれ、砂糖もしくは醤油をかけて食べられた。基本的にところ天売りによって売られた。 ところてん売りのてんびん坊はすかし格子しにすることで、量感を演出した。値段は、かん通報一文であった。俳句においては、夏の季語の一つである。ところてん式ところてんをてんづきにより、面上に加工する際、次の塊により前の塊を押し出すことから、席の数などが決まっている場合に、後から入ってきたものに押し出されて、すでにあったものが自然と前へ進む様子を、 ところ転式と表現する。技術用語では、サイズが固定のファイ法の振る舞いが相当する。要例としては、かつて、大相撲で、大関の数は、最大でも5人という関例があったことから、大関が5人いる状態で新大関が誕生したら、大関の誰かを横綱へ、同時に昇進させないと六大関になってしまうから、押し出されて、新横綱になったというやゆの意味で、 ところ見式に横綱、大関同時昇進といったように使われる。この例の場合はやゆだが、この後に必ずしもそういった価値判断が含まれるわけではない。ありがとうございます。